人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀が過ぎている。地球の周りの巨大な人口都市は人類の第二の故郷となり、人々はそこで子を産み育て、そして死んでいった。宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。この1ヶ月余りの戦いでジオン公国と連邦軍は総人口の半分を死に至らしめた。人々は自らの行為に恐怖した。はい、皆さんこんにちは、ワナルグリフィジです。今回はスーパーファミコンのゲーム、機動戦士ガンダムクロスデミッション0079の続きをプレイしていきたいと思います。いきなりパラメーター焦って画面になりましたね。RX78 なんでガンダムです。今レベル23ですが、アタックとディフェンスの各パラメーター、まあそれぞれすでにマックスの状態なので、まあマガジンとエネルギーパックだけ持って、このまま先へと進みましょう。そうですね。いきなりステージになってますね。ここには、まあカイア・ハヤトのガンキャノン出てこなそうです。まあすでにガンダムはですね、前回のジュンギとの戦いで、片腕とメインカメラのあるヘッドの部分を失ってますが、ビジュアルもそれが反映された形になってます。結構切りつけてくるな。レベルが上がった。そうだ、もうレベルも上がってパラメータも最高になってるので、ムーブとアイテムを一つずつアップデートして、このまま進みましょう。マップを確認しておきましょうか。前方からドムらしき機影が来てますが、4つマップ用意されてますね。じゃあ時計回りに回っていきましょうか。ではまずはこのドムを撃破していきます。もうこれ以上火力が、まあ、出るっていうことはなさそうなので、ある程度ダメージ確保で格闘戦を挑んでいきましょうか。ゲルググですね。ゲルググは3回切ったら撃破、まあ、ドムも同じく3回切る必要がさっきはありましたね。これはザクですね。ザクも3回切らなきゃダメかな。そうですね。アイテムのメーカーサークは決めてなさそうですね。では次のマップへと行きましょう。一応これが最終ステージ、まあ、厳密に言うとですね、第1部の最終ステージということになっているようです。でゲーム自体はですね、第1部と第2部の構成になっていて、第2部はいわゆる外伝扱いになっているものなんですけども、すごく短いようなので、まあ、メインのゲームはやっぱりこの第1部の1年戦争で、このアンドロで戦い抜くというところだったのかなと。では、エネルギーパックをよく持ってきてますので、この辺りで一度配置します。ここには、まあ、カイア・ハヤトがいないので、まあ、そんなにマップ数が多くないということで、このまま格闘戦で決着をつけていきましょう。イベントが進みそうです。あ、アムロがコックピットからピョーンって出たわ。そして唐突にラストシューティングがあって、なんかシャアもピョンと飛び出しましたね。そしてこれはセイラさんのコアブースターかな。
今ね、これ、シャアとアムロが肉弾戦で、まあ、レイピア的なものを使って戦ってるシーンだと思うんですけど、特に動かしてはないです。もう自動でイベントが今、どんどん進んでるところですね。アムロのコアファイターが、バオアクーから脱出してきました。
はい。というわけで、第1部、これで完了ということになります。で、先ほど少しお話したようにですね、第1部、第2部の2部構成になっていて、この後第2部が始まるんだと思うんですが、その様子はですね、また次回、プレイをしていきたいと思います。